はい、今日はですね、いよいよ新時代の主役開封していきたいと思います。ちょっとハチワレを、よし、これで話しかけないと喋らないモードになりました。あ、でも、あ、これだと喋ってるとずっと何か喋り続けるかも。まあいいや。はい、じゃあこちら開封していきたいと思います。本当はライブで配信したかったんですけど、なんかライブの調子が良くなくて録画でやってます。いやー、いよいよ開封できますね。いよいよ。そうだよね。わかる。あ、ハチワレもわかってくれますか。何それ。はい、こんな感じですね、中。すごっ。こんな感じです。いよいよ開封していきます。一箱しか持ってないです。いろいろ探したんですけど。何？まあ、そのうちね、まだまだ、再販されるんで。そうだよね。わかる。買えるようになると思うんですけどね。すごっ。おそらく。大変だったでしょ。ちょっと8割黙らしとくか。それでさ。はい、じゃあ今から開封していきたいと思います。楽しみですね。いやー、1パック1パックがね、すごい楽しみですね。だってコンビニとかでお一人様1パックとかで売られてましたからね、2パック3パックとか。なんか1パック1パックがね、すごい貴重に思えるんですよ。はい。ちょっとこの辺だけこうやって置いときますか。じゃあいよいよ開封していきます。上からね、もう順に、上から順に行きますよ。上から順に。はい。よいしょ。足割れがなんか勝手に喋った。はい。オープン。あー、なんかね、SR が入ってるぞ、いきなり。あ、違う、SR じゃなかった。SR じゃなかったですね。聖地マリージョは、おろび。はい、危険でした。よいしょ。はい、2パック目。あ、早速、コミック版のドーンカードが来ましたよ。ベビーファイブ。ザ・マカヤ・ガスティー。おー、2億ボルトアーマル、懐かしい。懐かしいですね。ルフィには全く効かなかったんですけど。はい、ドンカード来ました。まさにドンですね。はい。よいしょ。まあ、このドンカードもまあいいんですけど、他なんかね、もっとセリフが、ついてるやつが良かったですね。はい。なんか SR っぽい雰囲気のカード出てきたぞ、いきなり。はい、キット来ました、SR。よいしょ。一箱にね、絶対いいカードが1枚入ってるんですよ。それが何かが気になりますね。何のパラレルが入ってるんでしょうか。何が来てもね、結構嬉しいですしね。白星のレアカードもいいですね。何が来ても、大体ですね。大体何が来てもよ、今んとこ嬉しいですね。もちろん、小田先生の、サイン入りとか来たらね、最高ですけどね。あ、リーダーカードが入ってますね。はい、はい。
はい。お、高級車。リーダーカードは、はい、ロシナンテ。小田先生のサイン入り来たらマジで、いや、これすごいですね。超嬉しいですね。はい、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 はい。ひなですね。いやー、新時代の主役。もっと箱で買いたいなー。あ、お、なんか SR っぽいの入ってる。あ、サボですね。サボ。はい。サボ2枚目ゲット。2枚目はですね、パックだけで片時サボ当たりました。あ、これもリーダーカード入ってるぞ、2枚目に。また鳥かごだ。はい、サボ。いやー、何が来るか楽しみだ。あ、また SR 来たぞ。なんか前半に多いな、今回。おー、ボルサリーノ、キザル来た。キザル来ましたね。キザル、モノマネちょっと しようと思ったんですけど、わかんなかったんで、ちょっとやめときます。はい、チャルロス製。またチャルロス製よ。5億で買うで、買うえーってなってね。5億で買うえー。5億ベリー、5億で買うえー。はい。ワンチャン、チャルロス製がその、なんかすごいいい人になったりとかしないんですかね。はい。これもなんかリーダーカード入ってんな。お、坂月。お、ゾロ十郎やん。はい。まだ来てないっすね、パラレル。まだ来てないっすよ。はい、はい、はい、はい。アッパーヤード来た。はい。お、勝者だけが正義だ。おいいっすね。これあれか、ドンキホーテ海賊団。これドフラミンゴが言ったセリフか、頂上決戦の時に。絵柄がそうですよね。うん、勝者だけが正義だっていうのはいいっすね。もしいい言葉っすね。あー、はい。なんかね、パラレル来ましたよ。パラレルっぽいの来ましたよ。はい、何かちょっと、チラチラ見ますか。おお、おお、ああ、ああ、革命軍。革命軍ですね。あ、誰だったかな、革命軍。ちょっとね、もうこれもう ボックス1個しか買ってないんで、ちょっと調べま、ちょっと当たりつけますね。まあいいや。はい、もう見ましょう、これ。あ、今なんかパッと開いた。はい。初、新時代の主役、初パラレルですね。さあ、誰か?はい、コアラでーす。コアラちゃん来ました。はい。まあ、まあね、さすがに。まあ、まあって感じですね。まあまあまあ、これがね、ボックス何箱か買ってたらコアラちゃんで、コアラでね、嬉しいんかったんですけど、こうもうボックス1個しかないですからね、もうこれでもう、小田先生当たらないっていう風に確定しちゃうと、もう、ちょっとね、若干がっかりですね。ちなみにちょっとコアラちゃん、調べてみますか。新時代の主役。
コアラ。コアラはあんまり高くなかった気がします。いやいや、これ3万円、初動価格3万円ってもう高すぎだろ、3万円。今は2400円ぐらいですね。初動価格、すげえな、3万円って、初動価格3万円ってあの、ルフィの、この書き下ろしより高いっていう話になりますかね。レベッカもね、初動は1万2000だったのに今3000円とか。なるほどね。なるほどですね。やっぱ今回はルフィですね。ルフィが来て欲しかったですけど、ワンチャン、今回あれだったかな、リーダーカードのパラレルあったかな。パラレルリーダーカード、スペシャルカードはもう入ってないんですよね、多分パラレル来たんで。あれ全然、一応リーダーパラレルがまだ入ってる可能性はありますけど、リーダーパラレルの絵が載ってない。はい、まあちょっと配布していきましょう。はい、コアラか、なるほどね。はい。お、カラス来た。カラスね、めっちゃ強いらしいですよ、今回。まだ僕初心者なんで、あんまりよくわかってないんですけど。ちょっとこれ、カラスだけ避けとこう。はい。あー、リーダーカード2枚目か。ソパチ。はい。山。お、ビビ。命がもったいない。コビーめっちゃ強くなってますよね。あ、うっかり下脱。相手のライフの枚数以下の保存を持つ相手のキャラ1枚まで KO する。へー、なんか、へぇと、うん。なんか強そうな気するけど、光下脱、今の。はい。あ、マンシリー。おなみ。
はい、残り1、2、3、4パックですね。リーダーカードパラレル。可能性はあるんですけども、あれは、ほぼ入ってない。あ、え？なんかすげえカード入ってますよ。え？パラレル2枚来るんすか？今回。え？いや、なんかやばいカード今入ってたんすけど。見ますよ、はい。ワン、ツー、ほら。なんかやばい。3,4 モネが来てからのからのはい、キット来たー。うわー、やべえこれ、キットの、え、やべえ、スーパーパラレル来ました、初めて。なんかもうね、あれ、あー、コアラ来たかーみたいな。あ、パラレルコア、今回パラレル2つ入ってんすか、そういう話ですか。へえ、すげえ。ちょっとね、めっちゃがっかりしてたんですよ。あ、コアラかーと思って。コアラちゃんか。まあ、コアラちゃんだからいいかなーとか思ってたんですけど。へえ、ふぃー、ふぃー。あー、ちょっとあれ。あいつ持ってこい、あいつ。やべえ。これ今いくらっすか、これ。まあまあ高いんじゃないっすか。スーパーパラレルですよね。ちょっとね、今、はいはい、初動7万円？今5万5千円？この3つの中じゃ、ま、さすがにルフィ15万。で、ローが6万9千。キットが5万5千で一番安いですけども。いやー、すげえ！ワンボックス買って、キット来ました。やべえ。キット来たぞ。これからもしかしたらキットね、キット能力すごいんですよ、これ。これ鉄をですね、こう磁力、確かね、僕もね、あんまちょっとキットが出てくる回からあんまりまだね、終えてないんですけど、うろ覚えなんですけど、これ磁力、確かね、磁力がパワーなんですよ、キット。磁力ってやばいですよね。だって地球も磁力持ってます。星も磁力持ってるんで、最悪星動かせたりしますよ、これ。地球破壊とか宇宙破壊できますよ、あれ、磁力操れるんだったら。そういうね、すげえ能力なんですよ、キットって。一番ね、一生も重力扱えて、あの重力操れる能力も相当やばいですけどね、磁力もね、相当やばいですよ。で、磁力なかったら、こう地球あれ、終わりますからね。太陽風とかの、あれ防げないですかね。へぇー。すげえ。そういう話？そういう話？パラレル2枚。パラレル2枚。いや、僕ね、あんまり調べてないんですよ。パラレル2枚入ってんすか？新時代の主役って。今までそのパラレル2枚系は、普通、SR とかのパラレルと、あとリーダーカードのパラレルあったんですよ。これ別にリーダーカードでも何でもないですよね。どっちも SR ですよね。SR パラレル2枚入ってんすか？で、これでもしリーダーカードのパラレルも来たらすげえですね。それはまあないと思いますけど、まあちょっとパッパッパッと。神の裁き、来ましたね。海は海賊が相手だ。なんか、いいのでちょっと避けときましょう、これ。やった！すげえ！コアラかーとか思ってたんですけど。お、ノラ。こいつも長生きですよねー。ノーラン。嘘つきノーランの時代から生きてたんですよね、確かこれ。うろ覚えですけど。はい。
はい、ラスト1パック。さあ、これはもう、はい、違いますね。これはもう、ここはもしね、赤色だったらリーダーパラレル確定なんですけど、もうそれはないですと。普通の人たちですね。やば!やば!おはよう。おはよう。いやー、やばー。すげえ。やばー。ファイリングしましょう、ファイリング。今日朝ですね、ライブ、ワンピースのカードを新しいファイルに入れ替えるだけっていう動画をずっとやってたんですよ。今までポケモンカードのファイルに入れてたんですよ、これ。なんでちょっと入れ替え作業をしてたんですよね。ね、元気出ましたよ。いや、だってね、スーパーパラレル来ましたからね。わー、すげえ。びっくりした。はい、じゃあ入れていきます。はい、また遊びましょう。バイバーイ。バイバーイ。はい。キット、入りまーす。あとコアラも入れときましょう。サボは2枚目ですね。あ、映ってなかった。あ、わ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 。やば。はい、はい、はい、はい。これとこれはまた違うところに入れて、あー、びっくりした。キットの SR、通常これですね。なんか参考前に横に入れときますか。あー、びっくりした。はい、ドンカード。一旦この辺に行っとくか。いやー、びっくりした。まさかね、来るとはね、まさかいろいろ作業してたんですよ。今までね、スーパーパラレル来たことないんですよ、こんなね。いろいろカード、全部僕が箱で買った地引きしたやつなんですけど、これでね、何箱買ったか分かるんですよ。ロマンスドーンは9箱買ってますね、これ見る限り。これは頂上決戦か。頂上決戦もね、エースのパラレルも結局当たんなかったですし、あ、スーパーパラレル。パラレルは持ってるんですけど、スーパーパラレルは来なかったですしね。頂上決戦もはね、1,2,3,4,5,6,7,8,9。あれ?あ、そっか。7箱か。
7箱で、はいはいはい、8箱か、8箱ロマンストーンは8箱ですね。はい、っていう感じでですね。で、強大な敵はね、あんまり買ってないんですよね。強大な敵は3箱だけ。うん。まあ、プリンちゃんゲットできたんでね、もうこれでいいかなと。あと、マルコも。ソゲキングのスーパーパラレルはそんないらんかなと思ってたんで。あと、サボのね、スーパーパラレルも狙ってたんですけど、パラレル2枚ありますけど、スーパーパラレルは来なかったっすね、これも。これは何箱買った？ 1,2,3,4,5 箱買ってますね。で、今回、新時代の主役、1箱でゲットできました。ちなみにこれはあれですね、ジャンプの付録のやつで。で、これとこれは、あれですね。今、あれ手元にないですけど、1周年記念のガイドブックです、の付録ですね。うん、一応ルフィのニカバージョンはこれでゲットしてます。はい、また新時代の主役箱で売ってたら、運よく売ってたら買おうかなと思います。ちょっとあんまりね、都内歩き回っても 無駄に歩き回ってもね、なかなかゲットできないことが最近分かったんで、タイミングですね、入荷してるタイミングでたまたま売ってたら買えるもんだろうと思います。はい、1箱だけですけど、ゲットできました。おー、すごい良かった。じゃあ、終わりまーす。うー